私たちは猫の限界を超えた。完璧。それはご主人様への愛ゆえでございます。ご主人の今の顔、私たちが割り算を覚えた程度だと思ってた。ご主人様、ちょっと喉をゴロゴロしてください。ショコラは猫の喜びをポーカーフェイスで我慢してみせますよ。安い猫だと思わないでください。ショコラ、喉元なでなで。ゴロ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 。じゃあバニラだってやってみてよ。できるの？私は余裕に決まってる。猫だましも通じない胆力。カモン、ご主人、好きにしてごらん。尻尾がピーンって、天をつく勢いでピーン。バニラめっちゃ喜んでるよ。違う、それはその、そう言うなればショコラが近くにいるから、その愛であって。たまたま失敗しただけなんです。他のテストも試してみてください。絶対に大丈夫ですから。そう、他のは全て合格ラインだから大丈夫。この猫殺しのテスト項目全部試してくれればいいと思う。主人様の猫ですから。 Don't worry。 クン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 。この感覚、パない、ほんとパない。チコ、
もっと聞こうやれ。ご主人様のエッチ。私たちをこんなに酔わせてどうするつもりね。ただいま戻りました。ただいま戻り。もちろんです。バッチリ完璧なデリバリーでした。無事任務達成、パーフェクト。なんて言ったってショコラたちは立派な鈴持ちの猫ですから。鈴持ちの猫が2匹揃えば心配なんて不要。ギリギリでも合格は合格ですから。一発合格の確率は 5% 程度って言ってた。それにショコラと私は最年少合格猫。もっと褒めていいと思う。看板猫のおかげでお店の宣伝もバッチリ。お店の売り上げが上がったらきっと私たちにもご褒美があるはずと信じて。はーい、そこらはご主人様とお風呂入れる件でいいです。あ、でもお洋服とかも買ってもらえたら嬉しいです。たまにでいいので。私もお洋服欲しい。多少はご主人の変態趣味でも我慢する。一応ボケておいた方がいいかと思って。鈴持ちとしてソレイユの立派な看板猫たちだ。にゃんてにゃんて、もうショコラ死にそうですにゃ。
れでご主人も私たちなしではいられない体に。にゃんとそんなこともすずってすごいすごいだね。やっぱりそうですよね。鈴もらったくらいじゃね。あはは。あ、ショコラが強烈にしぼんだ。ご主人の株が上がりすぎてたからちょうどいい。ショコラならすぐに元に戻るし、それにしょぼくれてるショコラもかわいい。の戦いはまだまだこれから。ここの風気持ちいいですよね。ショコラ大好きです。住めば都、新しい町も悪くない。私は飲み物買ってくる。けなげにもお金ください。前もここで同じように座りましたね。でしょうね。でも一つだけ確かなのは、そんなこと考えても意味ないってことです。そういうことじゃなくてですよ。ことになってても、ショコラは絶対にご主人様のところに来ましたから。だから一人だったらなんて考えても意味ないんです。主人様、え、にゃんでもないです。その、はい、本当ににゃんでもないです。そのご主人様から何かすごく甘い匂いがして、
クラクラ、ふわーんって感じがして、でも嫌とかじゃないんですよ。むしろすごく心地いいっていうか。あ、こないだのまた飛びに近いかも。ご主人様、ソコラはそのもっと頑張りますから。ご主人様がもっと元気でいてくれるように頑張りますから。ショコラ？これが言いがかり、濡れ衣とも言うもの。私を使いっぱにして二人でイチャイチャしてるから悪い。匂いが違った。猫の鼻は騙せない。ふんふん。とりあえずショコラとご主人の間に私は座ろうと思う。開けて、開けてくれないなら実力行使。そのまま座る。重くない。ご主人は失礼。いやー、ご主人様の上ずれい。ソコラも乗る。乗ります。ご主人様の片足ください。そしたら平等。これ人は両手に花って言って、私知ってる。嬉しいくせに却下。じゃあショコラも却下します。ゴラゴラ。猫パラ